地上波では18年1月7日スタート。C、伊藤潤二、朝日新聞出版、伊藤潤二、コレクション、制作委員会イメージを拡大ホラー漫画の大家。伊藤潤二氏が2011年から13年にかけて上司した、伊藤潤二傑作集、朝日新聞出版館をテレビアニメ化する、伊藤潤二、コレクション、が、18年1月7日スタートの地上波放送に先駆けて、ワウワウで1月5日に先行放送されることが明らかになった。全11巻が刊行されている、伊藤潤二傑作集は、肉体を切り刻まれても再生、増殖する絶世の美少女の恐怖を書いた伊藤氏の代表作、富江をはじめ、幽谷のラスプーチン、墓標の街、などを収録。アニメ化されるエピソードは、放送当日に明かされる。なおテレビアニメ版のスタッフは、監督とキャラクターデザインを、ディアボリックラバーズの田頭忍が兼任し、アニメーション制作は、昭和元禄落語心中のスタジオディーンが担当。伊藤潤二、コレクションは、ワウワウのアニメプレミア枠で18年1月5日午後10時30分に先行放送された後、東京 MX で1月7日午後10時から放送される。